平野紫耀コンサートたくさんやりたい、神宮寺ゆうた、素敵な景色見たい、七夕の夜に合流、今日から始まった物語、ジャニーズ元メンバー平野しよと神宮寺ゆうた、新会社戸部への合流を発表。みなさん、こんにちは。 今回の記事では、元ジャニーズ事務所のメンバーである平野オと神宮寺雄太が、新会社トべに合流することを発表したことについてお伝えします。彼らの新たなスタートについてのコメントや展望を紹介し、ファンたちの期待が高まる中での新しい物語の始まりについて探っていきましょう。元、キングプリンスのメンバーである平野二26歳。 とじんぐうじゆう25歳、が、7月7日に元ジャニーズ事務所副社長である滝沢秀明さんが、設立した新会社、とべ、に合流することを発表しました。この発表は、とべの公式 YouTube チャンネルで行われ、約102万人の視聴者が、注目しました。彼らは、退場後初めてファンに声を届け、 トベへの参加を報告することで大きな喜びを共有しました。七夕の夜に滝沢ファミリーに加わった平野と神宮寺はオープニング後に登場しファンに手を振り笑顔を送りました。平野は大変お待たせしました。今後も楽しい時間、空間を作っていきたい、と述べ、 神宮寺はこうして本当に素敵な日に皆さんと再会できたことを心から嬉しく思っています。新たな場所で皆様と素晴らしい景色を見たいです、と語りました。5月22日にジャニーズ事務所を退除してから約46日後のこの発表により、平野と神宮寺は自身の個人のインスタグラムとファンクラブを開設することも発表しました。 彼らは SNS を駆使してファンとの交流を深める姿勢を示し、さらにエンターテインメントの論点についても展開していきます。平野は笑顔や元気を与えること、明日が楽しみになる存在になりたい、と述べ、神宮寺も皆さんと一緒にエンターテインメントの景色を発信したいと思っています。と意気込みを語りました。ファンからの質問に対しては、平野が コンサートをたくさんやりたいと答える一方で、神宮寺はセミナーに行きたいと冗談めかして答えました。また、平野は自身のインスタグラムにアップする写真についても話し、初めての個人活動に対する期待を抱いていることを示しました。平野と神宮寺のやりとりは、両者が軽妙な掛け合いを披露しながら、視聴者に退屈させることなく進んでいきました。 彼らは約102万人の視聴者の前で、今日から始まった物語ではありますが、皆さんと一緒に綴っていきたい、と述べ、新たなショーへの思いを熱く語りました。平野志耀と神宮寺勇太が新会社とべに合流することを発表し、ファンたちは彼らの新たなスタートに期待と興奮を抱いています。 彼らは笑顔や元気を届け、明日への楽しみを提供する存在となることを目指しています。個人のインスタグラムやファンクラブの開設、そしてコンサートやセミナーなどの活動も計画しており、ファンとの交流を深めていく姿勢を見せています。平野志耀と神宮寺勇太の新たな物語が始まることで、彼らのファンはさらなる成長と成功を願っています。 これからの彼らの活動に注目し、彼らの新たなステージでの輝きを期待しましょう。参考資料資料は文章の一部を引用しています。 滝沢秀明が設立した新会社戸べの公式 YouTube チャンネルでの発表平野仕様と神宮寺由うたのコメントとやりとりに関するオンライン記事平野仕様と神宮寺由うたのプロフィールとこれまでの主な活動に関する情報を含むオンライン記事。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。